にちは、みさきです。今回はですね、ケース C の C ベッド7号を買ったのでちょっと紹介させてもらおうと思います。これはですね、ヘビーウェイト樹脂といって、要するに重いプラスチックを使ってるらしいです。はい、でこちらがブツですね。ブツさっき届きました。右側がこのようになっておりまして、左側がこのようになっております。これね、動画だと分かりづらいと思うんですけれども、ここの刻印がね、結構深いんですね。深くてはっきりしてるんで、まあ、すごいですね。すごいというか、かっちょいいなと思いました。ここにもね、ここにも刻印があるんですけど、これは面白いですね。はい。面白いって言われたって分かんねえよな。はい。で、ここね、これはメッキがしてあるんですけども、多分触った感じ、プラスチックだと思います。プラスチックで、なんかメッキコーティングしてあるのかなって感じですね。でスライドを動かすと、こんな感じで、まあ、ここまで下がります。結構ブローバックしますよね、これね。顔に当たったら痛そうですね。で、これ取るよ。警告。危ないから気をつけてねって書いてあります。はい、こんな感じで。Manufactured by KSC Japan って書いてありますね。はい、こんな感じです。トリガーがですね、メッキしてあって、プラスチックか、亜鉛ダイキャストかわからないんですけど、まぁ、こんな感じですね。まぁ、結構、全体的にマットな仕上がりなんですけど、トリガーとここだけがテカテカしてますね。で、ヘビーウェイト樹脂なので、とてもずっしりして、まぁ、ここ多分重りが入ってると思うんですけど、ずっしりしていて、なんか質感は、なんかね、硬い。アルミって感じですね。アルミの金属っぽい感じなんですけど、樹脂らしいです。全然樹脂って感じしないけどね。で、トリガープルが、これちょっとハンマーをコックした状態ですね。シングルアクションの時のトリガープルがこんな感じ。はい、こんな感じですね。もう一回いきまーす。はい、こんな感じですね。ダブルアクションでも動かせるので、ここですね。はい、こんな感じ。遊びがあって、こっから重くなって、ハンマーが起きて、ハンマーが落ちると。ちょっとね、これやっぱブレますよね。精密射撃するときはブレるので、やっぱ精密射撃したいときは、ハンマーを起こして、こういう方がいいと思います。トリガーはね、とても軽いですね。遊びがこれぐらいで、こっから落ちる感じですね。トリガー軽いですね。シングルアクションのときは軽い。こちらのパーティングラインですけども、綺麗に消してありますね。すごいね。はい。CZ なんですけど、実際の銃は CZ75 はちょっと古いやつで、今は85が主流なのかな。で、こういうタイプじゃなくて、今はね、このスライドがここまである CZ の、B とか、シャドウとか、いろんなものがあるんですけど、いろんなそういうバリエーションがいっぱいあるらしくて、このタイプっていうのは実銃で言うともう数が少なくてプレミアムらしいです。なので、実銃でこれを持ってる人っていうのは世の中に結構少ないらしいんですよね。で、私としては、最近のね、競技用の銃とかの方が欲しかったんですけど、まあ、日本で買えるエアソフトガンで、シャドウとかがなかったので、これにしました。タイでね、射撃をした時に CZ ちょっと撃たせてもらったんですけど、まあ、ちょっとね、面白かったのと、あ、これよく当たるなっていう、思い出があったので、CZ欲しくなって買ってしまいました。はい。箱の中身には、説明書とマガジンと弾と、専用のホップアップ調節ダイヤルみたいなレバーみたいなのが入っております。説明書。改良のため、チタンの部品が追加されております。ローリアサイト。リアサイト？あ、リアサイト600円分のが追加されてるって書いてありますね。こんな感じで説明書ですね。使用前に注意してくださいとか、操作はこうしますよとか、ホップアップはこうやってやるんですよとか、全部日本語で入ってますね。マガジンにガスを入れる方法とか、初弾の送り込みとか、セーフティーの方法とかいろいろ書いてあって、まあ、ここら辺を読めばよくわからない人でもいいんじゃないかなと思います。握り方についての注意とかも書いてありますね。まあ、詳しくは買ってみてくださいという感じです。おう、CZ7585 バリエーションモデルって感じで、
こういうのもあって、あ、これ暇な人は読んで楽しんだらいいんじゃないでしょうか。はい。では、早速、打とうと思います。マガジンを挿入して、スライドを引いて、装填完了。打ちます。マガジンは自重で落下します。じゃあ次ですね。次このスライドの外し方なんですけど、 CZ75 といったらこの独特なスライドですね。東京丸井のエアコキの CZ を私昔高校生の時持って、ちょっと学校の職員室に向かって、これ以上は話さないんですけど、その時ですね、こう引く時ね、エアコキの時ってここのスライドが短いじゃないですか。持つとこが少ないですよね。だから18禁のやつだったんですけど、こう手をね怪我してたんですよ、スライドがちっちゃくてね。だからこの CZ にはちょっと痛い思い出があるんですけども、これの場合はガス風呂の場合はね、簡単にスライドが引けるので、まあいいかなという感じです。で、分解方法ですね。こちらのこれですね、このここを合わせて、で、こっち側ですね。ここを押します。ポチッと。そしたら押し込めると、これですね。これが、こう前に出せます。で、前に出して、前方にこう、スライドを取るという感じでございます。はい。こんな感じですね。あ、こんな感じですね。あ、このハイキャパをずっと使ってるので、ここのスライドの形状とかとても独特だなぁと感じました。こんな感じですかね。バレルどうやって取るんだろう。おう、このスプリングね、なんかね、とても平べったくてね、面白い形してますね。独特のスプリングですね。バレルはどうやって取るんだろう。あ、こうやって取るのか。こうやって取るか。あ、取れませんな。あ、取れた、はい。こんな感じで、アウターバレルとインナーバレルですね。こう、ショートリコイル機能っていうのも再現してあると思います。ここからね。こちらが専用のホップアップダイヤル、ホップアップを調節するダイヤルなんですけど、ここのね、ギザギザしてるところにこれをはめ込んで、回す感じですね。こうやってグッて、はい、こうやって回して調節するようです。別に取らなくてもできるんですけどね、取ってみました。で、これがスライドとピストンですね。ピストンがここで、スライドがここですね。うん、これがヘビーウェイト樹脂。なんかちょっとね、引っかかるんだよね。ちょっと気になりますね。ケース CN の CZ75 の感想ですけれども、まあ、持った感想としてはとてもグリップがね、こんな感じになっていて、私好みのね、グリップかなと思います。ハイグリップしやすいですよね、やっぱりね。ハイグリップって上目に持ったことですよ。これがハイグリップじゃない。これがハイグリップってことなんですけど。で、タイで打ったのと形が若干違うかなと思ったんですけどね。このダブルカラムなんですけど、そんなにグリップ太くないし、握りやすいし、まあ、自分が好きだからっていうこともあるんですけど、いい感じかなと思いました。で、ちょっとね、残念だなと思ったところが、ここですね、ここ。このスライドの、これですね。これが、こう下がるんですけど、ここにグリスとかつけてると、それがここについちゃうんですね。こんな感じでね。で、これでここら辺が汚れやすいから、あ、なんか、すぐ汚れるかなと思って、ちょっと残念ですけれども。はい。で、KSC の製品ということもあって、仕上がりはとてもよくできてるかなと思います。で、ここですね、KSC ってマークを表に出さないんですけど、KSC のマークはね、ここにあるんですよね。見えるかな？ここら辺なんですけど、見えるかな？うん、こんな風に、こう、KSC のマークを出さないっていうのが、KSC のこだわりなのかと思うんですけど、やっぱそこら辺がかっちょいいなと思いました。サバゲーに使うのはなんかもったいない気もするんですけども、今後使っていこうかなと思いました。あ、そうだ。サイトですね。サイトはこんな感じで、ホワイトドットとか入ってないんで、ちょっと暗いとこだと見にくいかもしんないですね。
はい。まあ、簡単ですが、レビューしてみました。最後まで見ていただきありがとうございます。本体の重さ 673g、マガジンの重さ 267g、ちょっとカスタムしたんで、本体の重さは参考程度にしておいてください。